皆さんこんにちは、料理家の本田洋一です。今日は春巻きご紹介するんですが、春巻きっていうと具を炒めて冷まして包んで揚げる、今日は全部やらない簡単な春巻きレシピご紹介します。今からでもパパッと作れるエビとアスパラガスの海苔春巻きです。材料です。アスパラガス、むきエビ、海苔などご覧の材料をご用意ください。ではまずアスパラから切っていきたいと思いますが、まずは長さ、このフライパンに合わせて切りたいので、ちょっと長いので下を切っていきます。でピーラーを使って下3分の1の皮を薄く切っていきましょう。はい、続いて海苔です。海苔はこんな感じで三つ折りにして6枚に切っておきましょう。ここで今日のパパッとポイント、アスパラとエビを巻くことで包まない春巻きになります。はい、では春巻き巻いていきましょう。包まずに巻いていくんです。まず海苔3等分に、1枚を3等分に切ったもの、アスパラガスで、エビは下ごしらえしてあるものであればもうそのまま、背わたがあれば背わたは取り除いてください。でエビをこんな感じで上から潰すような感じにして、で頭の方が両端になるようにしてあげた方が、ちょっと尾っぽの部分が重なったりする大きさのものもあると思います。で海苔を、これは小麦粉と水を1対1で溶いたものを縁に塗って、アスパラを巻き芯にして巻いていきます。はい、こんな感じで1本出来上がり、残り6本も巻いていきます。簡単ですね。はい、では春巻きを揚げずに焼いていきます。とはいえやっぱカリッとはさせたいので油大さじ4です。そしてこれを並べて、で2分ぐらいずつ揚げ焼きにしていきます。はい、大体2分ぐらい経ちました。でちょっと様子を見ながら、でどうしても口の方は丸くできちゃうので、中央の人とちょっと入れ替えながらやってってあげると均一に綺麗な色で火が入るかと思います。裏返したらさらに中火で2分揚げ焼きにしていきます。でどうしても油と接してる面はいい色になるんですけど、こうやって白い部分が、ね、どうしても真ん中の部分は出てくるので、ちょっと全体を立ててあげて焼き色をつけてあげると、より美味しそうな感じに仕上がるんではないかなと思います。こんな感じでだいたい全体に焼き色がついたら取り出していきます。お好みで練りがらしを添えていただきましょう。包まず巻いてパパッと作れるスティック状で食べやすい春巻きです。春巻きのザクザクっていう食感はちゃんとありますし、海苔の風味が効いてるので本当に塩は少量でも十分ですし、エビの旨味、旬のアスパラ、いい季節になりましたね。具材を変えればアレンジの幅も広がりそうですね先生。そうですね、野菜今日アスパラですけど、これから夏に向けてズッキーニとかパプリカ、そしてまあ千切りの人参とかでもやっていただいても美味しくできるかと思います。皆さんぜひ作ってみてください。